日本秋田県秋田市手形田中手形田中は秋田県秋田市にある町。郵便番号は010-0862。住居表示実施済み。秋田市の東部、手形地域の中では北部に位置する。南東端は秋田県道15号秋田八郎型線であり、また県道15号の振動は北東部を横断している。中東端は添川東志港から取水した。 用水路となっている。生端は旧秋田県道144号五条目北のまた秋田線に面している。町域は旧手形村の中心集落が元となっており、町内を古い道が複雑に入り組んで走っている。手形学園長の秋田大学手形キャンパスに近いこともあり、アパートや学生寮などが混在する住宅地である。西は手形から未伝、北は 手形あざ宣伝、あざ祭の浜、東は、手形あざ大松沢、あざ大沢、手形学園長、南は、手形住吉町、手形旧下町に接する。1828年に描かれたとされる、宇州久保田正絵図に、田中本町、田中町という記載があり、手形村の中心集落と考えられる。地名の由来は、旧地名の田中から、 以下はすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町内に鉄道は通っていない。最寄り駅は中通り7丁目にある JR 東日本大雨、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。